あなたの見た通り、深海市丸ごとドカンと最後の重要なドロップポイントが爆破された時、人とフェリニアスが共に築いたこの深海市は地図から消える。ええ、あなたもいずれわかる。エモーションは力だけではなく汚染でもある。いいことを一つ教えてあげる。これはあくまでも私が読み解いた未来に過ぎない。今のところまだ何も起きていないわ。細かいことを気にしないで。あなたが唯一で一番重要な変数よ。結末を変えられるのはあなたしかいない。そうね、ヒーローの誕生はいつだって大きな災難を伴う。この世界が救うに値するかはあなた次第。事前に体験する時間を提供するわ。さて、破滅寸前の最後の40分を迎える準備はできた。夢だと認識しても構わぬ。その中で運命の手がかりを探してもいい。チームベイカー機構に次ぐドロップポイントを守り抜け。君たちは最後の近くで膨大なエモーションエネルギーを検知。ここは爆発に巻き込まれるわ。シロ、防御モードに切り替えて。了解、防御モードを起動します。アイコ、指示を出すよう調査官に伝えてください。調査官、次はどう。あれ、調査官どうしたの。弥生ね、アスラ、トリス、早く来て。調査官がおかしいの。これは一体。調査官、起きてください。体が震えているし脈拍も早いわ。シロ、防御モードを起動させましたか。緊急事態です。調査官が倒れましたわ。承知しました、すぐに参ります。瞳孔散大、呼吸困難、血圧正常、その他損傷なし、直ちに覚醒を試みます。調査官を守ってください。やったー、調査官が目覚めた。防御モードの切り替えが間に合わなかったらここは廃墟になっていたよ。お願い、入れてー、助けて。これ以上はもう戦えないわ。お願い、ここを開けて。調査官、ドアを開けますか。調査官、外にはたくさんの市民もいます。みんな、あともう少しよ。お願い、あたしたちを助けて。助けてくれてありがとう。お待ちください、見知らぬフェリニアンス。あなたはまだ入ってはいけません。あなたの身元確認を行う必要があります。うーん、私深海市に来たばかりだからまだ手続きしていないわ。早くしてくれない。怖いやつに追いかけられているの。見つけた。戦闘準備完了、エモーション武装スタンバイ。チームに初心者の存在を検知。戦闘ガイドモードオン。調査官、相手の方が数的有利です。攻撃意図を観察してください。
今日会ったばかりの者のために己を犠牲にするつもりかね。耳を貸さないで、彼を止めないとみんな死ぬわよ。は、残念だ。ハッタリじゃないぞ。待たせないでよ、ハンナ。調査官、気をつけてください。想像以上に手強い。だがまだ終わっていないぞ。このままじゃ拉致が開きません。まとめて片付けます。エモーションエネルギー補充完了。灰になりません。彼女はひどい怪我をしています。連れ戻して治療をしてあげてください。心配しないで、私たちがいるわ。はい、生存者を地下室に移動させました。調査官、ここは私たちに任せてください。アイコは調査官と一緒に戻り、防御モードを再起動させてください。でも、みんな急いでください。敵はすぐに目を覚まします。一刻も早く防御モードを起動させてください。皆さんを助けるにはそうするしかありません。わかった、早く行こう調査官。いた。その程度のお詫びじゃ全然足りないわ。私の調査官、わざわざここで待っていたのよ。私の調査官。調査官、シロたちが戻ってきた。あれ、こいつ、調査官から離れろ。異常濃度のエモーション粒子を検出。あら、バレちゃったわ。でも、もう遅いわよ。しまった、開花によってドロップポイントが汚染された。あんたが開花汚染を起こしたの。外のあいつとグルなんでしょ。なかなか賢いね。じゃあ無駄話はやめて、あなたたちの実力を見せてもらうわ。かわいそうなあなた、さあ最後のパーティーに参加しよう。あら、また片付けなければならないガラクタが現れたようです。ダメージは予測範囲を超えました。命の恩人たちにちゃんと感謝しないとね。耳を貸すな調査官、アイコが仇を取る。有利属性のスキルを選択すれば予想外の結果が得られるかもしれません。なかなか強いじゃない。ハニー、あなたとミスター・ケイトの秘密を教えてくれたら許してあげるけど、どうかしら。あんなド変態と手を組むより私を選んだら。
メイドのモーニングコールは必要かにゃ。エモーションエネルギーに包まれながら共に死に向かいなさい。調査官、危ない。エネル調査官、ご心配なく。戦闘員たちにはすでに状況を伝えました。もうすぐ到着。ああ残念、パーティーはここまでみたいね。全員死んじゃえ。予知夢の通り、残り136日、夢だと認識しても構わない。その中で運命の手がかりを探してもいい。最後の重要なドロップポイントが爆破された時、人とフェリニアスが共に築いたこの深海地は地図から消える。ヒーローの誕生には必ず大きな災難が伴う。この世界を救う価値があるかどうかはあなた自身が決めることだ。